何何何？しおちゃん、しおじゃない？え？え、何？皆さんおはようございます。本日は島根県浜田市に来ております。今回なんですけど、ジグサ引きをやっていこうと思います。仕掛けなんですが、こういうセットのジグサ引きを用意しました。投げて巻くだけで、あとはシャクルだけど非常にお手軽な仕掛けになっております。でサイズの方が M サイズで、ハリスは5号、ミキ糸は7号となってます。色はゴールデンフラッシュという色になってます。こういうキラキラした色になってます。で対象魚なんですけど、結構幅広い魚種が釣れるそうです。まあ、青物であったり、あと底物系の魚もヒットしやすいというふうに書いてあります。セットになってますので、まあ、メタルジグはこのスナップのところにつけて投げるという非常に簡単な仕掛けになってます。あとメタルジグ以外にも、まあ、タイラバとかインチク、プラグ、ワームなど何でも OK と書いてあるので、幅広い釣りができそうですね。しかもこれなんですが、まあ、濁った時とか、まあ、澄んだ潮の時にも活用できるという優れものになってます。機能性と操作性を含めたジギング専用の設計された仕掛けになってます。で全長は65センチの2本針となってます。これを開けてみますと、こういう風にスナップがあって、であとジグサ引きがこういう風に2本針がついてます。取った時に糸癖がついてるんで、こういう風にしっかり伸ばしてやるようにしてます。糸が絡んでしまう、まあ、原因になるので、まあ、これも防げると思いますので、サルカン結び終わったら、あとはこの下の方にスナップがついているので、これにジグをつけていきます。ジグ 30g、こちらを使ってやっていこうと思います。持ってきたのは30から 40g のジグですね。まあ使い分けながらやってみようと思います。こんな感じです。で後ろの方にも3点針がついてたんですけど、これは取りました。根掛かりを防ぐために取りました。前の方だけ針がついています。これでやってみようと思います。じゃあお願いします。まずは朝は魚が浮いているということなので、表層をメインに今ただ巻きしてます。まあ、別なところになるんですが、結構豆味であったり、まあ、スズメダイが結構浮いていたそうなんで、まあ、もしかしたらまあ釣れるかもしれませんし、あとはカマスもいるかもしれないということで、一応それが釣れたらいいかなと思ってます。結構浅いですね。今日は自分と、ダリさん一緒に上がっております。ただ自分はジグサ引き、ダリさんは別な釣りをしています。ちょ今のところ魚の当たりらしきことはないですね。船が通ったりするので、ちょっと周りを見ながら投げたり回収したりしてます。なんかガツンとの当たりが来そうな感じもしますけど、でさっきまで結構豆味がいましたね、下の方に。朝からこういうジグを投げたりっていうことがあまり自分は経験がなかったので、すごいなんか新鮮です。ジグサ引きは過去に一度河口でやったことがあります。その時はカマスが結構釣れているという噂を聞いてやってみたんですが、ダメでした。それ以来ですね、表層を探ってるんですが、まあ、これで反応がなかったら、沈めていって、で沈めた時もカウントを取ってどの層で当たっているかっていうのを確認しながらやっていこうと思います。で今だいたい正面あたりに遠投して投げている感じです。一応巻く速度も一定にして巻いてます。で今何頭か投げてますが、なんか後ろから追ってきているような感じもないですね。でこう回収していった時にこうキラキラ光りながらっていうのが目で見ても分かります。インパクトがすごい強いと思うんですけど、普通にシーバスとか来そうですよね。もちろんジグサ引きは、まあ、今日用意したセットのやつもあると思うんですが、まあ、その他にもご自身で作られている方もいるんじゃないでしょうか。船が通った後にまた投げ直します。そこまで深くはないと思うんですが、砂地になってるんじゃないですかね、おそらくですけど。端の方でやってるんですが、まあ、反対側の端の方も場所を移動しながら
やってみたいと思います。今日は P ラインを使ってるんですが、そこまでついた時にラインがたるむんで分かりやすいですね。カゴ釣りと違ってタックルが軽いんで楽です。なんか表層になんか結構波紋が出てるんですけど、めちゃめちゃちっちゃいマアジとかそういう魚じゃないでしょうか。で表層を何度かやってるんですが、反応がないのでちょっとしゃくってカウントを取りながらやろうと思います。あ、当たりました。来た、ホール中です。結構引きますよ。結構引きますね。何？これ。モンちゃん。やったじゃないですか。やりました。しかもダイさん来てから来ましたね。皆さん釣れました。モン付きイサギでございます。結構いい引きしました。しかも結構しゃくってて、それでホール中に来ました。やったー、いい引きを楽しませてもらいました。しかもさっきはジグの方に来てました。めちゃくちゃ面白い。でやっぱり場所によりますね。さっきはこの正面だったんですけど、まあ、ここは結構浅くって、向こうの赤い灯台のところが水深があるということなので、赤い灯台のところに投げながらちょっと今度探ってみようと思います。沈めてカウントを取るっていう繰り返しです。このフォール中でさっきはドカーンと当たりがありました。だいたい12ぐらいのカウントでそこにつきますね。こっち側の方はさっきは7ぐらいのカウントでした。このしゃくるのも、自分は慣れないんで疲れますね、ずっとやってたら。でモンツキザキが釣れてから歯型が結構ついてて、ジグが欠けてます。手前までやってると結構根掛かりしやすいですね。さっきも根掛かりして、まあ、外れてよかったんですけど。お、来た、おし、来た。ホール中でこれも来ましたね。さあ何でしょうか。モンツキサキ以外お願いしたいです。さっきより重さはなさそうですけど。お、なんだ、カサゴ。おお、カサゴやりましょう。次はカサゴです。小さいですけども、やっぱりこれもジグの方に来てました。丸飲みみたいな感じでした。やりました。さっきは結構深場のところでカサゴが来ました。まあ、根魚ですね。ジグサビキに来ると思いきやジグばっかりですね。ジグサビキの方が金色で目立っていると思うので、まあ来るんじゃないかなと思ってたんですが、意外や意外です。あ、今当たりましたね。ピクピクっと当たりがありました。来た。おー、手前で来た。手前で来ましたよ。ほんと手前です。お、なんだ、おー、よいしょ、でかっでかっ。さっきまでずっと遠投してたんですけど、もう手前にジグがサビキが来てたんで回収してたら2匹ついてました。しかもこれめっちゃでかいな。ありました、カマスです。ほんと手前でしたね。自分はカマスを釣ったことは、まあ、あるんですけど、結構こういう長さがあるようなカマスは釣ったことないですね。やったー。今のところ3魚種釣れました。カマスが釣れた際にこのジグサビキのゴールドの疑似餌がついてたんですけど、歯が鋭くて取れました。まあでもこれでも来るかもしれないんで、引き続きこれでやってみようと思います。でジグも阿蘇と変わらず青いジグでやってみようと思います。カマスが来たのは本当手前だったんで、そんなに遠投しなくてもいいかもしれないです。大きくしゃくるよりで小刻みにしゃくった方が当たりが多いですね。これジグサビキなんか自分すごいハマりそうです。ではジグの色を変えて、次はこういう緑色のジグでやってみようと思います。
40g です。あー当たった。さっき当たったけどうまく合わなかったです。でもやっぱりフォール中が多いです。来た、よし来た、よしよし、おおお、カサゴ、よいしょ、お、でかっ、でかいな、サイズが上がりました。カサゴ、これもジグの方についてました。ほぼ丸のみみたいな感じでしたね。やりましょう。ジグさびきの方は変えてはいないので、ジグだけを交換しております。手元に伝わる感触が面白いですね。朝と比べて風がほとんどなくなったんでめちゃくちゃ暑いですね。この湾内にめちゃめちゃちっちゃいイワシが湧いてます。今は優雅に泳いでるだけなんで何かに追われたりというかそういう感じではないので、これが一気に散っていったらチャンスかなと思うんですけど、外海の方も何頭か投げたんですけど変わりなかったので湾内の方で投げようと思います。よし、来た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 、よっしゃー、フォール中ですね。こちらもサイズはそこまで大きくはなさそうですね。おキス、キスかと思いきやエソでした。結構歯がすごいんですね。エソはついていたのはジグさびきの方に今回はついてました。いやー4魚種目ですかね。やりました。初めの頃よりかはしゃくるのも少しだけマシになったと思います。初めの頃ぎこちなかったんで今日下手したら五目釣りになりそうです。こうジグさびきをするといろんな魚がかかりますね。この壁キワキワにすごい熱帯魚みたいな魚がいます。めちゃくちゃ綺麗です。来た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 、お手前できましたね。エソ、エソです。ジグサビキ釣れますよ。今の立ち位置から正面のところで魚が跳ねたんでちょっとそのあたりにジグサビキを落としてみようと思います。もう沈めずにそのまま表層を今巻いてます。来た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 、回収中に来たぞ。さてまたエソか。あ、いいエソ、しかもでかい。初めて回収中に来ましたね。結構ゴリ巻きだったんですけど、おっしゃ来た、よっしゃ、おカサゴ、でかっ、デカカサゴ。最初の釣った時より全然大きいですね。腹も結構超えてます。あ、いい引きしました。なんか場所を変えてから毎頭釣れますね。さっきしゃくる時にいつもこう横向きにやってたんですけど縦向きにこう小刻みにやったらカサゴが釣れました。あとは青物さえ釣れてくれたら言うことなしなんですけど、このジグサビキ磯とかでやったら面白そうですね。よいしょ、おお。ちょっと待ってください。皆さんのエソが今釣れたんですけど、このエソを回収中にそのエソの下に青物がいました。ヒラマサでは多分ないと思いますけど多分カンパチじゃないでしょうか。いるじゃん。ちょっとの間このエソをつけたまましてましたけどもう一気にいなくなりました。ダメか。はい、というわけで帰ってまいりました。では今回釣れたカマスを塩焼きにしたのがこちらになります。どうですか、めちゃくちゃうまそう。しっかりと焦げ目もつけることができました。焼いている時に結構油が出てきました。じゃあ早速いただきたいと思います。湯気がすごいわ。さっき焼いたばっかりです。いただきます。おお、
ふわふわです。あ、めっちゃうまいな。白身魚で結構弾力がありますね。ちょっとレモンを絞って、うん、レモンもすごい合います。骨も結構あるんじゃないかなと思ったんですけど、そんなにないですね。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。今回はジグサ引きを使って釣りを楽しみました。この釣れたカマス以外にもカサゴであったり、エソ、モンツキイサキなど結構幅広い魚種が釣ることができました。で、仕掛けの方も市販で売っているものを使ってやってみました。もう結ぶだけで簡単な仕掛けだったので、あとは投げるだけですごい手軽にできる釣りだと思いました。こう巻いている時に何が上がってくるかっていう、このワクワク感もすごい面白かったです。投げて巻くだけでこう釣りが楽しめるジグサ引き、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ということで本日はこれで終わりにしたいと思います。